ルドビク、マニャン、マニンとも、1979年4月20日台は、スイスローザンヌ出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。6歳の時に、FC エシャランの育成組織に入り、17歳まで所属。その後、生まれ故郷の FC ローザンヌスポルトで1年ほど過ごし、 当時スイスリーグの2部に所属していた小クラブ、イベルドンス、ポール FC に移籍。3年間をこのクラブで過ごした、彼に天気が巡ってきたのは2000年になってからのことで、ある。2000年の夏の移籍で AC ルガーノの目に留まった、マニャンは移籍を決断、すでにイベルドンで結果を残していた、彼はその年の8月16日に、対イギリシャ戦で代表デビューも果たした。 A.C. ルガーノに1年半在籍し、レギュラーの地位を盤石のものとしていたマニアンは、さらなるステップアップを求め、ドイツ分でスリーガの強豪、ベルダー・ブレーメンに2001-2002シーズン途中で移籍。レギュラーをつかむまでには至らなかったが、UEFA チャンピオンズリーグにも出場するなど、着実にキャリアを重ねてゆく。ブレーメン在籍中には、ユーロ2004の 代表メンバーにも名を連ねた。2005から2006シーズンからは、VFB シュトゥットガルトへ、フリーで移籍し、フィリップ・ラームの移籍した穴を埋めるプレーを披露。ドイツワールドカップ、欧州予選にも出場し続け、その安定したプレーが認められる形で、予選を勝ち抜いたスイス代表の本戦出場メンバーにも招集される。4試合中3試合に、 左サイドバックとして出場したマニャンは、この大会本戦で一度も、失点を味わうことのなかった、唯一のチームの一員として、活躍を見せた。2009から2010シーズンは、左サイドバックのレギュラー争いに敗れ、2010年1月に FC チューリッヒへ移籍。ここでも、極度のスランプに陥り、2010フィ f ファワールドカップのエントリーメンバー入りはならなかったが、 同ポジションのクリストフ・スピッハーが怪我で離脱したため追加で選出された。2012年8月27日、2012から13、シーズン前に負った背中の怪我の影響により現役引退を決意。FC チューリッヒのジュニアチームのアシスタントコーチに就任すると発表された。ありがとうございます。